はいえー、お待たたたせいししました続きましてですね、スタートアップに必要な多様性とはと題しまして、パネルディスカッションを行いたいと思います。このセッションにおけるパネルリストの皆様をご紹介したいと思います。まず、株式会社、B スポーク代表の綱川様ですね。で、あのその隣、株式会社、ワンアクト代表の浅野様このお二方に今日ご登壇をいただきました。 でまた、モデレーターはですね、15年以上にわたって、日系スタートアップの海外展開、海外展開や海外企業の日本進出業務に従事し、サンフランシスコにも常駐経験のあります、JETRO、えー、イノベーション促進会長のタルタリが務め、えー、させていただきます。えー、皆さん、おはようございますですかね。えー、雨の中、お越しいただきまして、ありがとうございます。えー、早速ですけど、えー、パネルディスカッション、1つ目のパネルディスカッションということで、ね、多様性の観点ということで、進めたいと思います。 あの最初は私の自己紹介ですけど、先ほど飯ムからあの紹介させていただきました通り、今、日本のスタートアップの海外展開ということを必死になってやっております。えー、その前がですね、ちょうどサンフランシスコ、シリコンバレーにおりましてま、まさにトムさんがいらっしゃったところで、日本のスタートアップの海外展開というのをお手伝いをしておりまして、その時にあのに B スポークの綱川さんとですね、ワンナクトの浅野さんと一緒にですね、ズーム等を繰り返しながらですね、どうやってアメリカの開拓をしたらいいか、どうやって世界にスケールしていけばいいか。 まさにそのプロダクトマーケットフィットみたいなところですね一緒にさせていただきました今日はあの2人のとても素晴らしいスピーカー多様性を持ったですね CEO にと話をできることを楽しみにしておりますそれでは早速ですけどあのまずはの自己紹介からいただきたく思いますのでそれでは綱川さんからよろしくお願いいたしますおはようございます聞こえてますかね聞こえてますはいよし そしたたらら私から紹介させていただきます今私は B スポークという会社を始めて8年目になるんですけれどももともとは全然活躍してなくてそれで起業しようって考えたことも全く一度もなかったし、えー、とこの先こうどんな,なんだろうなお仕事をしたいんだろうとかっていうのを真面目にこう考えたことも全然なかったんですよ。 でそこからですねあの、最後にサラリーマンをしていた28歳の時に、たまたま旅行に出かけて、で不便なこう思いをしてですねで、日本に帰ってきた時きに、まあ、こういう体験を、こう、なんだろう、こういう不便な体験を解決するためのサービスってあるのかなって、こう検索をし始めて。でやっぱりこう自分がが求めていたものが 見つかからなかったのでじゃあ試しに作ってみようかなっていうところからあの会社を始めましたであなんかちょっとえっ、ー、とスライドが文字がおかしくなってしまっているんですけれどもなので3つ違う会社でサラリーマンをしてから今の会社を始めてであの初めはですねチャットボット今チャットボットの会社をやっているんですけれどもチャットボットを作ろうと思って始めたわけでは全くなくてですね初めに解決したい課題があって でどちらかというと本当にこうお遊び的な、えっと、トリップアドバイザーの穴場版みたいなウェブサイトを作っていたんですよ。でそしたらユーザーインタビューをた,たくさんやってるうちにあのリアルタイムでこう どちらかというと、お願い事があるから、それを解決してほしいと、こうコンシェルジュ寄りなこ,うもとことが求められていたので、じゃあちょっとコンシェルジュ寄りのサービスにしようとしたら、ですね今度はすぐにやってくれないと、リクエスト対応してくれないと困りますって言われて、でそこからチャットのサービスになって、でチャットが来すぎて返せなくなって <laughs>、チャットボットのサービスになりました。 チャットボットが流行っていないときからやっていたので、初めはロボットどこやとかって言われながらですねで、2017年に初めて議員会館に呼ばれて、あの自己紹介とかその会社の説明、サービスの説明をしたときは、議員さん、 あの岸田内閣の一人なんですけれども、チャットって何やって言われて、であのチャットボットって何じゃなくて、チャットって何やって、それぐらい通じないときからやっていたんですけれども、気づいたら、あの世界案件、たくさん今やらせてもらえるぐらいになってですね、個人的には最近はあの岸田総理が始めたデジタル臨時行政調査会の有識者もやらせていただいております。 なのでやってることはリアルタイムの正確な情報を提供するためにチャットボットを行政機関向けに、あの、行政機関、それから空港、ホテルだったり、まあそういった団体にタース型のサービスとして提供しているというのがメインになります。チームとしてはですね、世界中からいろんな AI 人材を採用して、写真に写ってるのは多分3分の1ぐらいしかいないんですけれども、今トータルで50名ぐらい、日本とアメリカにオフィスがありまして、 で,全て自社で開発をしていますでジェトロさんには実はとってもお世話になっていてですねアメリカに最初に展開しようかなと思った時に、まあ、何をどうしていいかわからないしその法人を立てるにもいろんな弁護士さんとか会計士さんとか揃えないといけなかったのであの軽い気持ちで相談に行ったらですねとっても手厚くサポートしていただいて法人設立まで 1> 1ヶ月とかそれぐらいでししたたよねね多分ね一瞬でやってもらいましたでその後もたくさんメンターをこう紹介していただいてまさかのそのうちの1人が、えー、と出資をしてくださってでさらに私たちの会社に副社長で入ってくれるっていう奇跡も起きたりで。 普段からとてもお世話になっているので今日は、えー、と私たちの、まあ、チームの話とか、えー、とそういったものだけではなくてあのこの辺でジェトロさんに実は助けてもらってあのすごく意味があったとかこんなジェトロさんの活用方法もあったんだみたいなお話も少しできたらなと思っております。以上です。 いいいですすねありがとうございます <laughs> <laughs> ぜひあの皆様コロナも明けて海外旅行行かれることも多いと思うんですけどあの成田空港に行けば b ボットっていうビスポークさんのサービスがあ使えますので一度使っていただくとあの非常に便利さが分かると思います <laughs> じゃ続きまして田さんよろしくお願い私ですねも私もあんまりその自分で起業したいとかは全然思ってなかったタイプであの私はキーエンスで、まあ、大手に入ってですね、まあ、そこで8年間過ごして でやっぱり、g a n はもちろん人が作ったサービスをまあ紹介しているので、やっぱり自分でサービス作りたいと思ったときに、企業が一番早いっていうまあ選択ですね。なので、環境が一番自分で作るのが早いかなと思って、立ち上げたっていうのがえスタートになってます。で私サービスが、っとまあ一言で言うと、高品質なソースコードをまあ売買するマーケットプレイスをまあ世界に展開しています。で、今、世界でまあ高品質で高単価のソースコードを売買しようと思ったら、今、Psec しかないっていうえ状態になってます。 でまあ、ユーザー世界で7万社で、まあ、登録実績が170か国というのがまあ特徴になっています。まあ、これ、ソースコード自体がもう完全にグローバル表示のものなので、まあ、国境はないというのが大きな特徴になっています。で、チームがですね、あのもう本当に多国籍で、えー、と今5、5各国に拠点があって、まあ、12カ国のメンバーがいて、で7か国にパートナーメンターがいるという。 状態になってます。で、今、p X のチーム自体はもうあの、日本人、私だけで、あと全員外国人で、えー、やってます。なので、今回あの、ワールドカップ、サッカーあったと思うんですけど、予選リーグがあのドイツ、スペイン、コスタリカ、みんないるので、あのめっちゃ盛り上がりました。毎 <laughs> 日、誰がどこに勝ったみたいな、はい。でめっちゃ盛り上がってました、はい。っていう状態でやってます。で、ジュトロさんにも本当に非常にお世話になっていて、うちも一緒で、あのアメリカの会社作るときは、ジュトロさんにお世話になって。 でイギリスはあの英国領事館に非常にお世話になってあの立ち上げたというところになっています。で、まあ、あのアワードを世界であの、まあ、これも4 yearsfromnow も、まあ、ジェトロさんにまあ選んでいただいて、まあ、出展させてもらってあのベストスタートアップ取ってで最近の,あのドバイであったスーパーノバァもこれもあのジェトロさんに選んでもらってあのジャパンパビリオンで出展して、ま、させてもらって、まあ、ファイナリストになったというところで、まあ、ジェトロさんに本当に非常にお世話になって、まあ、世界で頑張ってます。はい ありがとうございますあの今浅野さんのちょうどパワーポイントが映ってますのでまず浅野さんからちょっとあのお話をさせていけばと思います。はい、まあ JETRO はあのメンターの紹介っていうことをすごく丁寧にやっているんですけどなんでメンターを紹介するかっていうとまあサンフランシスコシリコンバレーでは特にワームイントロダクションっていう誰から紹介を受けるかって非常に大切なんですね。 で先ほど会場内から質問もあった通り、なかなか投資家に出会えないとか、えー、いきなり一元さんにこう連絡してもですね、相手にしてもらえないってことすごく多いんです。だから、そのインナーサークルというか、メンターの方から紹介をしていただくという非常に大切なことだと思ってます。で、浅尾さんはそのメンターの紹介から、あの一つ、エンジェル投資家から投資を受けたりですね、あとはあの、韓国の企業、提携されたり。はい してですね、まさに資本提携されて、いわゆる個人投資家、エンジェル投資家も海外の企業もあの投資家として入っているということですね。で、そのあたりで何かそのメンターのアドバイスとか、個人投資家を入れたことによって、良かった点とか、うん 海外の企業と資本提携したことによって、何か変わった点とかあれば、教えていただければと思うんですえと一番やっぱりあの、スタートアップとしての信用がまあどっちともあるっていうところで、もうちユーザーが一番利益を生んでくれてるのがアメリカのユーザーなので、アメリカのユーザーが多いのに、まあ、アメリカで投資が入ってないとか、逆にアメリカのシリコンバレーだと、CEO が日本人なのになんで日本の投資が入ってないのっていうあの質問も結構あったので、なので日本もアメリカもどっちも入ってるってことが、まあ、スタートアップの信頼につながるかなっていうところが。 まさにその多国籍なところを見せることが、ね、まあ次のラウンドにも影響してくるそうですねそういった、ね、あの、ろかも多国籍の方がいいと思いますあの実際にメンターでなくてですね特に綱川さんにお伺いしたいんですけど、えー、メンターになってた人がいきなり COO になられたと COO でしたよねそうですねはい、はい、でその CO どうやって口説かれたのかとかまさにアメリカを住んでた人が日本に来られ日本にいますもんね今アメリカでしたっけ 日本に来てにまきました。日本に来ましたよね。<laughs> はい、その日本に来てまでですね、その c o になろうそこまで駆動かれた理由っていうのは何か、えー、どういった経緯があったんですか、ね、先ほどあの一つ前のプレゼンテーションで CR アントレプレナー大事っていうお話ありましたよね。で彼は5回ぐらい起業してるんですよ。なのでまあ間違いないだろうってあの思った部分もあったんですけれども、5回もやっぱり起業していると。 こう実務やらないんじゃないのかなとかこういろいろ懸念はあったんですね。<念>なんだけれども私たちの場合はすごく小さいステップで進んでいったっていうのがありまして一番初めはお客さんんの紹介をしててくれてたんですジェトロさん経由でメンターとしてこう紹介してくれていたんですけれどもその時にですね ワシントン DC に住んでいるシカゴとか、それから DC とかの運輸局長をやっていた、とてもインフルエンシャルな方を紹介してくれてで、そこから実際に案件につながるようなこともあったんですね。で、そういうのをやってるうちに、そのメンターの方から、ちょっとでいいから趣旨。 させてっててっ言われてですね少しだけお金もらってもなって思ったんですけれどもただこうお手伝いしてくれている中でこういいって思ってもらえたのがすごく大きかったなと思ってで実際にあのいろんなお客さんを紹介してくれていたのもあったのでシリコンバレーで頑張りたいならまあこれ以上の人いないんじゃないのかなと思ったのもあって。 あのじゃあお金をお預かりすることにまあしたんですけれども、そこから定期的に口説いていたんですよ、デジタルピンポンダッシュみたいな、もう用ないのに連絡、もう週2回ぐらいしててですね。 でまさか日本に引っ越してくるとは思ってなかったんですけれども聞くだけならタダだしなと思ってそういったことを定期的にやっていてで毎月アメリカ出張行くたびにこう会っていたりしたらですねたまたまその子供たちが大学にもうみんなねあの巣立っていってでちょっと手が空いているみたいな時があったのであわよくばと思って。 あの日本とか来たらどうって言ったらこんなに言ってくる人いないからいいよって言って引っ越してきてくれました1年前すごいバイタリティですね <laughs> あのまさにそのまあお金を求めてなかったけれども投資をしたっていう言葉あのよくサンフランシスコとかではあのこの言葉「if you wanna ask for money ask for advice」って言葉があります、えー、お金欲しかったらアドバイスを求めろこう逆の言葉も「if you w a n n ask for アドバイス、アスクフォーマネーっていう言葉もあるんですけど、まあ、すごく私好きな言葉で、お金とその、お金を投資とですね、ノウハウっていうのは一体になってくっついてくると思ってるんですね。だから投資をしてもらいつつ、もう自分のチームに入ってもらって、まさに投資家もチームですね。あの一緒になって多様性を重んじて、いろんなことをわいわいガイガイ言いながらビジネスをやっていくっていうのは非常に世界でスケールするには有効なことかと思ってます。まあ今、投資家とかメンターの話もありましたけど、 チーム全体がもうほとんどあの多国籍じゃないですか。浅野さんは一人だけ日本そ、ね。そうですね。で、綱川さんはどれぐらいの割合なんでしたっけになりましたねあ。半分半分ぐらいですか。日本の行政案権が増えたので入れ替えを入れ替えした <laughs>。日本人対応とかで日本の方が増えていったと。採用っていうことでは、例えばお二人ともあのたまたま AI の会社でして、まあ、AI エンジニアとかを、まあ、あっちこっちから採用しなきゃいけないと。えー、そういった中で採用 国際的な人を採用するにはどうしたらいいんですかね、どういう感じで採用されてますかって、ちょっとお二人にお伺いできればなと思うんですがあうちはですね、えーと、うちとちょっと特殊で、今ちょっと時代に逆行してるんですけど、自分から全然、あのなんだろう、口説きにいかないスタイルで、でもとにかく、えー、世界の採用サイトに、まあ、80、90ぐらいは、えーとまあ、あの求人を出していて。 でそこから来てくれる人を、まあ、とにかくあのオンラインで面接しまくるっていうのをやってます。なので、あの向こうから来てくれてるので、あのモチベーションがもともと高いので、うちの、なんだろう、今入った外国人で一人も辞めてないので、まあ、そういった意味では、すごく楽な感じで採用してます。なので、あのほとんど無料サイトで、2、3万しかまでしか払わないっていうので、やってるのであの、採用コストはもう本当に、その面接にかける時間だけしか、まあ、かかってないっていう。 はい状態ですね。すごいですね。あの皆さん採用にはすごくお金をかけているスタートアップが多いので、まさに見習っていきたいところだと思いますけど、綱川さんはいかがですか。どんな感じでないですか。私たちはもう真逆でして、積極的にもう借りに行くスタイルの採用をしています。で、例えば私たちの会社で今一番活躍している営業の方はたまたま 3、4年ぐらい前、4年前にですね、イベントの登壇で一緒で控え室で口説いて、その後手書きのお手紙を送って、えー、福岡に会いに行って、で、子供と遊んで、先方ので奥さんにこうちゃんとご挨拶して採用したので、全然違うスタイル。で他には 例えばあのコロナ前はですね海外でのイベントもすごく多かったのでそういったところで優秀そうな方をやっぱり控え室で口説、まあ、いて日本に連れてきたパターンもありますしあとはあの成田空港とか公共的なこう機関で人がたくさんいるような機関で使われるようなサービスを提供しているのでたまたま使った人が興味を持って問い合わせフォームからっていうあのこともあれば。 リクルーターの方々をですね、あの積極的に口説いて、であのそこから優先的に紹介してもらえるようなこうアクティビティをしたりっていうのもやっています。すごいいつもの突撃ですよね。あっちこっちで突撃されていて、今日もなんか皆さんいっぱいいらっしゃってるんで、ぜひ口説さい <laughs> 絶賛大募集中です。<laughs> 絶賛募集中なんですよね あのそれだけいろんな方々が多様性を持ってやられて、まあ、意見も相違とかいっぱいあったりとかですね、あとアメリカとか実際にあのいろんな国に住まれているので、このチームボンディングというかです、ね、チームをまとめていくというのはすごい難しいと思うんですよ。例えば KPI の管理であったり、報酬をどうするかとか、あ,あとはまあパーティーとかですね、それもなかなかできないと思うんですけど、そういったところでなんかチームを1個まとめていくっていうところで、何か工夫されていること ってありますでしょうかか特に浅野さんとかも世界中に散らばってますけどそうですねあのもう本当に世界中に散らばってるのであの1日5分ミーティングっていうのをやるようにしていてあの必ずオンラインであの、まあ、1日5分で会っても、えー、顔を合わせて、まあ、今日仕事するにあたってその障害がないかの確認を必ずして、まあ、それぞれの作業が進むようにっていうのは必ずやってるところですね。あとはあのモチベーション的にはやっぱりあの外国籍の方がなんだろう 成果にコミットするので、実はマネジメントはめちゃくちゃ楽で、あのその成果をいかにこう目標としてあのきっちり設定していくかっていうのが多分大事だと思うので、なので3か月で1回こうあのなんだろう、決めた目標に対してちゃんとできたかできてないか、彼らが今さらに求めている何かとかっていう面談はまあするようにしてますね。 私も浅野さんの意見と同じで外国人のマネジメント難しいと思われがちなんですけど日本人のが圧倒的に難しますはっきり言ってくれないことが多いのでこう悩み込んで遠慮してで最後大爆発っていうの多くないですか そうですね、あとまあ日本人の方がこうが頑張ってるのを認めてほしい感がすごいあるので。努力点が、はい、そうで外国人の方が白っらはっきりしてるので嫌な時は嫌だし業務あふれてる時はもうできませんとか A をやったら B ができませんっていうふうにはっきり言ってくれるのであんまりこうなんだろう特別にやってることっていうのはなくてですねあえて言うのであれば、まあ、オンラインそれからリアルで。 あのランチをやっていてで、なるべく普段仕事を一緒にやってない人と組み合わせて、ですねでオンラインでやる場合はあの20ドルとかをこう振り込んで、それで、まあ、好きな食べ物を買ってオンラインランチに参加してね、うん、でなるべく仕事の話はしないでねっていうような、えー、と活動をしています。いやいいでですすねその活動僕もちょっとと参加したいところですけど <laughs> <laughs> でもやっぱり CEO としてですね、まあ、いろんなコミュニケーションを取っていく。やっぱ語学とかも必要で、やっぱり英語ができないからなかなか多様性のあるチームっていうのは作りにくいっていう相談もよく聞くんですね。あのな川さんとか UCLA 出られて,て、英語もとてもお上手ですけど、僕実は浅野さんが英語喋ったの聞いたことなくてですね。そうです、私。話るのかはい。<laughs> あの、めちゃくちゃ片言なんですよ。あの、まあもちろんチームの,あのコミュニケーションとかドキュメントとか全部英語なんですけど、私が最も英語できないので、 あの、なだろう、私が何かカタカナを喋り出すと、あのチームの誰かが。を今、祐介さん、あの言いたいこと、これだぞっていうのを、まあ、すぐに誰か言ってくれるので。はい。で、誰かがもうわあって言って、ちょっとわからないときに、あの、ちょっとなんかまとめて教えてって言って、あの、誰かが。英語を、難しい英語を、簡単な英語にしてくれるみたいな。はい。そんなマネジメントやってます。すごいですね、そのマネジメント。<laughs> <laughs> でもみ、みんなが、じゃあ、シーの。考えてることを理解しようと思って。 そうですよねそのんかこう、理解しようとしてくれる感は半端ない半端ですね誰、はい、<laughs> か誰かわかるだろうみたいな <laughs>、はい。で、なんか分かったみたいなやつがすごい言ってくれるっていう感じです。はい、で、なんかやっぱ歴が長くなればなるほど、このカタカナイングリッシュを結構理解してくれるので、あのやっぱり本当にそうなんですよね、歴が長いほど分かってくれるっていう感じです。 入ったばっかりの人って、すごい分かんないですよね、私のカタカナイグルーシュは。はい。向こうがどんどん慣れてくるって感じですね。そうですね。そろそろ時間もそろそろですかね。せっかくなので、えー、会場の方、オンラインの方からですねあの、2、3、質問を受け付けたいと思いますけど、何かございますでしょうか。すみません、なんか連続で、<あ>すみません。もちろんありがとうございます。<laughs> あのちょっと仕事柄のちょっとこう、質問になってしまって申し訳ないんですけども。 あのいろんな国籍の方を、えー、雇用されていてで、えっと、在住も国外とかだったりする方も多分いると思うんですけど、そうですよね、その時のその雇用契約とか、そういうのどういうふうにされてるんですかね、なんかコントラクター契約とかでやってるって感じですか、海外送金とか結構めんどくさい、あの自分もちょっと前の会社で CO をやっていて、開発チームが半分以上外国籍で、なんかベネズエラと、なんかルーマニアとわけわかんないところにいて。 結構そのバックエンドがすごい面倒くさかったなっていうのがあったんですけどもそこら辺ってどういうふうにされてますかそうですね。まあうちは普通にまああのなんだろう社員としての契約をやってまあなんかなんですよワイズとか使って送金してます。はい。ただ今あれなんですよねあの円安になってきてるんでドルとかボンドとかで契約してるんで給料がめっちゃ高くなってるみたいな、ね <laughs> はい。なのであの円契約をしとくべきだなと思ってますね。はい 私の会社の場合は、日本とアメリカにしか法人がないので、日本の人たちは全員正社員で雇用していて、でえっと、海外の方々は正社員みたいな感じ、えっと、US にいる方はアメリカの法人で正社員として雇用していてで、その他の国にいる方々は日本法人の契約社員みたいな形になっています。 でえー、と送金に関しては、えー、と日本法人の、えー、と契約社員となっている方々は、日本の口座から普通に銀行から振り込むたびにあ手数料高いなって思うんですけれども <laughs>、やっていてで、US の方々は US の口座からあの払っているので、あまり特別なことはしていなくて、めんどくさい作業をそのままやっています。最近は EOR、Employer of Record という会社が。 あのベンチャーでも増えているので、まあ、弊社もそういうい違う国で1人か2人だけおはやするときは EOR を使って、まあ、ちょっとコストかかるけど、あの便利といえばすごい便利ですね。だから、まあ、問題だったら EOR を検索すれば、いろいろ出ると思います。すみません、変なコメント。あ、アドバイスあるでしょ ?EOR っていうのは、その会社さんがあの肩代わりして、疑似雇用みたいな感じでやってくれるサービスで、結構いろんな会社さんが EOR を今提供しているので、えー、もしご興味あれば、あの のの関連連会社ごごご紹介でで、でできまますすいい。いつでもご連絡ください他に何かか。ざいますでしょうか最後にですね、今回、えー、会場には多くの方々が来ていただきますが、オンラインの方々も,も100名以上ですかね、今日参加いただいていて、その中にはスタートアップで、今後、多様性っていうか、あの多国籍なチームを作っていきたいっていうスタートアップさんも多く参加されているので、何かこうメッセージとかアドバイスとかあれば、最後に一つずついただければなと思います。 そしたら私から2つあります。1つ目が、国籍とか宗教もそうですし、性別も年齢も、実はあんまり関係なくてですね、その個性、個人によるところの方が圧倒的に多いと思います。 でこの国籍の人はよく働いてこの国籍の人は難しいとかっていうのは実はそんなになくて先ほどあの日本人のマネージメント難しいってあのカルチャー的なところの話はさせていただいたんですけれども能力のところを見るとその。 個,別うん、その個人によるところの方が圧倒的に多いのであんまり国籍とか気にせずに採用しても私はいいんじゃないのかなと思っています。で2つ目が国籍ベースでの採用はしないにしてもいろんな人がいた方が圧倒的に新しいアイデアが生まれるっていうのは100%間違いがないと思うので試せるのであれば少しやってみると面白いんじゃないのかなと思います。 数年前のクリスマスの時に私たちのチャットボットのアイコンロボットなんですけれどもクリスマスだからサンタクロースにしようよって誰かが言ったんですねスタッフが。でそしたら、えー、とサンタってなんか宗教によってはあったりなかったりするみたいで, <laughs> で。 それは宗教のこうなんか縛りがあるからやめた方がいいって言われて、別の方がじゃあ、スノーマンにしようよって言ったら、今度はでもスノーマンって男性だから、スノーブーマンがいないとおかしいっていう話になって、結局何もやらなかったんですけど、なんかそういう普段考えないような小さいこともあれば、ビジネスアイデアにつながるような大きい話も出てきたりするので、ぜひ積極的に検討してみていただくのもいいんじゃないのかなと思いますありがとうございます。 いやもう私も本当に一緒であのどんどん取るべきだなと思っていてあと私12カ国あるのが、まあ、ちょうどよくて例えばなんだろうアメリカ人が5人いるとアメリカっぽい文化になるし日本人が多いと日本人っぽい文化になるんですけどもうバラバラだと全員がその、えー、自分とは違う文化だっていうのを初めから分かってるので意外とみんなあのそれぞれをリスペクトしてるし一つの文化がないのが うちの文化っていうのが全員が分かるので、なので、とにかくいろんな国の人を取るのが本当にいいと思います。あの一つの国で固めすぎないっていうのを、はい、お勧めします。であと、やっぱりあの英語そんなにできなくてもあのなんとかなるんで、はい、とにかくあの取っていったらいいと思います。であと、あそこ、うちが、えーとまあ、採用でやっぱ一つ成功するのが本当に初めからあの日本の企業でも日本語は一切いらないっていうのを、えー、全面的に出してやる方が やっぱり取れますね。あの要はもう英語さえできれば何でもいいっていう、はい、ので。取ってます。ありがとうございます。えー、それで時間も迫ってまいりましたので、最後にあのパネリストの皆様方に大きな拍手をお願いいたします。はい。はい、えー、つな様、佐野様、どうもありがとうございました。